う。はや？あなたあなた、お隣さん今日から温泉旅行なんですって。おお、いいですね、温泉でしょう。しーちゃんもそう思うわよね。あ、ミッチーからだ。今日はヨシリンと温泉に来てます。ミッチーたちも。あ、今度はヨシリンから。今ミッチーと温泉に来てます。知っとるわ。しかもさっき見た写真と同じじゃない。それにしても温泉いいな。うちも温泉行きましょうよ。あのな、今からじゃ空いてる旅館なんかないだろう。まあそうよね。たまには揚げ膳据え膳でゆっくり過ごしたいなってちょっと思っただけ。あー、タイムセール始まっちゃう。ひまちゃん、ママと買い物行こう。はやい。温泉でゆっくりか、しょうがねえな。ここは一丁一肌脱いでやるか。おお、父ちゃんが脱ぐなら。オラも。本当に脱がんでいい。雷起こしやす。いらっしゃいませ、温泉旅館野原屋へようこそ。どうしたの二人とも。俺が大女将で、しんのすけが若女将な。お客様どうぞ、当野原屋で日頃の疲れを癒してください。さあさあ中へ。ちょっと、あら、出かける前より綺麗になってる。足湯でございます。あら、サービスいいわね。あったかくて気持ちいい。あんたも入るんかい。これこれ、若おかみ、お客様をお部屋にご案内しなさい。お客様、こちらへどうぞ。あー、こら、ちゃんと足を拭きなさい。おいおい、こちらアクション仮面の間でございます。ご自由にアクション仮面で遊ぶことができます。私にはおもちゃで散らかっただけの部屋にしか見えないんだけど。お客様、テレビをお付けします。じゃあお願いします。チキンナゲット、欧米か。あんたが見たいだけじゃん。お客様、お茶でもいかがですか。あら、ちゃんとミルクもご用意してますよ。へやはあ、お茶飲んだらちょっと落ち着いたわ。あちらのお部屋にお着替えをご用意いたしました。どうぞお試しください。お着替え、浴衣の無料サービスでございます。スケスケパンツもありますよ、お客様。出さんでいい。お客様、よくお似合いで。そう、この後はマッサージなんていかがでしょう。お願いしようかしら。キク、いい仕事するじゃない、野原屋さん。ありがとうございます。今日は特別に脂肪吸引エステもありますよ、お客様。本当？これでお腹のお肉もすっきりに。なるかい。では私たちはお食事の準備がありますので、あとはごゆっくりどうぞ。さて、微細が買ってきたもので何とかしないとな。と
オちゃん料理作れるの？まあとにかくやってみるさ。うわあ美味しそう。大ちゃんお腹溢れてるぞ。ん？あっち。ねえやっぱり私がやろうか。いやいや、お客様に作らせるなど言語道断。言語言語。本当に大丈夫かしら。お待たせしました。野原屋特製おところフルコース、略して手抜き料理でございます。鍋だって十分立派な料理だろ。それにこっちの刺身だってただの刺身じゃないぞ。スーパーのやつを俺なりにアレンジしたんだ。お刺身を氷の上に並べたの？凝ってるじゃない。それじゃいただきます。お味はいかがです？美味しい。よっしゃ。やっぱり鍋の素使うと誰が作っても美味しくできるのね。バレてた。嘘嘘、いつも以上に美味しいわ。だろう。美味しい。お腹いっぱい。え？何？はや？レディース&ジェントルマン、これより野原屋名物ディナーショーの開幕です。ディナーショー？はやよ。まずは野原屋の看板犬シロによるダンスショー。フラダンスの犬でございます。上手上手。お次は大狼と若狼によるリンボーダンスでございます。イエーイ。リンボー。リンボーじゃなくてリンボー。リンボーリンボー。リンボーリンボー。すごい。リンボーリンボー。リンボーリンボー。リンボーリンボー。しまった、このバー低くしすぎた。じゃあ高くする。頼む。あなた大丈夫？まなんとか。やだ、すぐお風呂入って。いけません、お客様。一番風呂はお客様に。いいの、あなたの気持ちは十分いただいたわ。ありがとう。あなたミサエ。ほら急に寒気が。お風呂入ろう。はい、冷たいアイスはいかがですか？おお。ガイちゃん、お風呂で食べるアイス最高だぞ。サービスいいな、ミサエ。あら、お客様、違いますわ。お客様？私は当野原屋の美人おかみでございます。美人おかみ。まあ飽きるまで付き合ってやろうぜ。